健康優良児の黒丸が体調不良になるなんて、ちゃんと休めているのか心配ですわ。かぐや様、黒丸、なぜ学校にいるんですの。今日は休みなさいと言ったでしょ。もう治ったのだ。満腹黒丸ちゃん完全復活なのだ。いけませんわ、今日は帰りなさい。ブー、かぐや様は心配性すぎるのだ。神田川杯に向けてもっと練習が必要なのだ。元気なのに休んでられないのだ。それはそうかもしれませんけど。ちょっとユーズ押すなってば。だってこんなキラキラしたとこ緊張するよ。こういうのはマナッチャの役目でしょ。あなたたち、武蔵野女学館で何をしていますの？え、やばいよユーズ、バレちゃったよ。落ち着いてマナちゃん、うちら何も悪いことしてません。何か用があっていらしたんでしょ。ほらマナちゃん、私たちとジェットレースの試合をしてください。試合ですか、急な話ですわね。うちら学校でボランティア活動してるんだよね。で、老人ホームのおじいちゃんおばあちゃんたちが名門武蔵女とうちらの試合が見たいらしくて、できれば夢を叶えてあげたいなみたいな。協力したいのは山々ですが、申し訳ありません、お断りさせていただきますわ。そっか、急に言われてもむずいよね。残念だけど仕方ないね。マナちゃん帰ろっか。ちょっと待つのだ。かぐや様、満腹黒丸ちゃんは大丈夫なのだ。だから試合をするのだ。黒丸、レースで完全復活したことを証明するのだ。だからお願いなのだ。わかりました、試合をお受けしましょう。やったねマナちゃん、おじいちゃんおばあちゃんせっかく喜ぶよ。よーし、あたしらだって意外と強いってとこ見せてやるかんね。黒丸、勝負をするからには全力です。ただし無理はほどほどになさい。途中で体調が悪くなったら許しませんわよ。大丈夫なのだ、かぐや様は心配しすぎなのだ。の緩やかなラインと細い道幅のコースが入り組むネオ日本橋、工夫次第で走りを有利に進められそうですね。コースの構成がシンプルとはいえ、各所に技術で切り抜けるポイントが、細かい詰めで攻める姿勢が必要。始まればすぐにわかるのだ。そうですか、
黒丸、信じていますよ。危ないのだ！まだ行けるのだ！レ大丈夫ですか？必殺技いけるよ！全力で加速します。ここからそうして、むしゃむしゃ、危ないのだ。目が回るんだとだ。お見舞いするのだ。全力で加速します。えい、当然です。ブースト全開です。驚きました。思っていた以上の成績。私に勝とうなんて無謀な考えです。私に勝つのは当然の結果です。
こんなボコボコにされるとは。もうマジ無理、しんどい。けどおじいちゃんとおばあちゃんたち嬉しそうだったね。そうそう、めっちゃ盛り上がってた。いいレースになってよかったよ。さすがムサジョって感じ。いいえ、いいレースになるのは強敵がいるからこそです。カグちゃんに褒められたって言ったら学校やホームで自慢できるよね。カグちゃん、一回バトったら仲間じゃん。もしかして嫌だった？いいえ、そんなことはありません。それじゃそろそろ行こっか。まるまるもありがとね。黒丸？なんでもないのだ。満腹黒丸ちゃんも楽しかったのだ。バイバイ。神田川杯では負けないかんね。黒丸、やっぱりまだ体調が戻っていないのでは。満腹黒丸ちゃんは元気はつらつなのだ。かぐや様に嘘なんてつかないのだ。ですが。そんなことよりレースが終わってお腹が空いたのだ。かぐや様、何か食べて帰るのだ。たい焼き、たこ焼き、クレープにアイスも食べたいのだ。食欲があるのなら大丈夫ですわね。じゃあ全部買って帰りましょう。なのだ、やったのだ、いっぱい食べるのだ。食欲はいつもと変わらない様子ですが、なんでしょうこの不安は。神田川杯まであと一週間。泣いても笑ってもそこで全てが決まります。大丈夫なのだ、絶対に勝てるのだ。いろいろな人たちと試合をしてドレスはとっても強くなったのだ。だから安心していいのだ。幼少期私は孤独でした。四十院家の名に恥じぬように常に気を張っていたこともあり、同級生は私に寄りつこうともしませんでした。ですが黒丸だけは話しかけてくれましたね。あの頃のかぐや様はあまり楽しそうじゃなかったのだ。他人に対して壁を作っていましたから。でもジェットレースをして新しい友達もたくさんできたのだ。ええ、そうですね。黒丸、私は手応えを感じていますわ。ジェットレースでいい試合をすれば多くの人の心を動かすことができると。そうなればジェットレース部もなくならないのだ。ええ、お父様も説得できるはずです。あなたはここで何をしてるの？今は朝女の練習時間よ。そうでしたか、別に邪魔をするつもりはありませんでした。なんだか最初に会った時みたい。そうだね、立場は逆だけど。あ、そうだ、かぐやさん、満腹黒丸さん、ジェットレースで勝負しませんか？これから練習なのでは。私たちあの頃に比べたらとっても強くなったんです。それをかぐやさんに見てもらいたいなって。おい、リン。構いません、
私もあなたたちとの勝負で確かめたいことがあります。確かめたいこと？なんだかわからないけど、楽しいレースにしましょうね。下流域浅草橋、夕日の光が河川敷とともにジェットレーサーたちを照らします。水路は広くシンプル、カーブに特徴はありはするけれど、基本を備えた試合運びが必要。私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1、スタート。四十位、なんだか雰囲気が変わったな。葵美里、あなたもいく？強くなったというのは本当のようですね。私たち、あれからものすごく練習したんだ。だから、今度こそ負けないよ。最強はドレスなのだ。それは今までもこれからも変わらないのだ。まだいけるよね。わはーい、お見舞いするのだ。全力で加速します。危ないのだ。狙うんだから使わずに、どいていただける。全力で加速します。後ろから来てるのだ。抜かれた。この速さについてこられますか？もっとスピードを上げます。あれだ。もう一度ここから行くよ。ジャンプ。必ず当てる。ブースト全開です。ガタガタガタ。むしゃむしゃ。
いよいよ最後の一周です。神田川ジェットガイルズ、短期間でこれほどの成長をするとは。すごいのだ、反復黒丸ちゃんも驚きなのだ。でしょでしょ、最後の一周でもっと驚かせてあげるんだから。神田川杯まではまだ時間がある。私たちはもっともっと強くなる。当てる。行くよ。これは驚きました。思っていた以上の成績。トップでゴールです。私にとっては当然の結果です。やっぱり強いな。これが今の私たちの実力だよ。神田川ジェットガールズもとっても強かったのだ。こんな短期間に実力を上げるなんてすごいのだ。でも負けは負けだよ。悔しいな。やはり私の目に狂いはありませんでしたわ。以前レースをした時にあなたたちから感じたのです。私に足りなかったものを。もう一度勝負してみてはっきりと分かりました。それはジェットレースを心から楽しむこと。以前の私にはそれが足りなかった。でも今は違います。私たちもジェットレースを心から楽しんでいます。かぐやさん、並木さん、葵さん、神田川杯決勝でお会いしましょう。きっと今までで一番楽しい試合になるのだ。ああ、約束だ。大会までまだ1週間あるもんね。かぐやさんたちに負けないぐらい強くなるから楽しみに待っててね。神田川ジェットガールズ、大会では強敵になりそうですわね。絶対に負けられません。残り1週間みっちり練習いたしましょう。もちろんなのだ。頑張るのだ。黒丸、どうしたのですか。すごい熱ですわ。大丈夫なのだ。ちょっとフラッとしただけなのだ。やはり無理をしていたのですね。無理なんてしてないのだ。まだまだ頑張れるのだ。黒丸、上達しましたです。
こんなところで何をしているのだ。神田川杯はもう始まってるのだ。早く行かないと失格になってしまうのだ。黒丸、自宅で安静にしているはずでしょう。満腹黒丸ちゃん、もう元気になったのだ。ちょっと無理をしすぎて疲労が溜まっていただけなのだ。たっぷり休んだから本当の本当に元気になったのだ。黒丸、あなたは前にそう言って私に嘘をつきました。まだ万全ではないでしょう。ですから神田川杯は諦めます。嘘をついてごめんなさいなのだ。でもこのままじゃジェットレース部がなくなってしまうのだ。あんなに頑張ったのに全てが無駄になってしまうのだ。ジェットレース部は大切です。だったらどうしてなのだ。それ以上に黒丸が大切だからです。あなたは私の一番大切な友達ですもの。もしあなたの身に何かあったら、私は、だったらその友達のことをもう一度だけ信じてほしいのだ。満腹黒丸ちゃんは絶対に裏切らないのだ。かぐや様の気持ちを裏切らないのだ。この時間だともう一回戦には間に合わないかもしれません。ですがまだ諦めるわけにはいきませんね。行きましょう黒丸。それでこそかぐや様なのだ。神田川まで全力ダッシュすればきっと間に合うのだ。武蔵野女学館ジェットレース部、ただいま参りました。四十院さん、遅いです。待ちくたびれましたよ。一回戦の時間はもう過ぎているのだ。間に合いませんでしたか。こんなことになって申し訳ありません。何をおっしゃっているんですか。試合はこれからですよ。ですが、自分たちがいいと言っているのです。早くジェットレースの用意をしてください。ジェットレーサーはレースで語り合うもの。いざ勝負です。シンプルではあるものの、戦いの局面は無限の可能性を秘めている。波乱の多い試合になることは間違いありません。道幅の変化にも気をつけてください。満腹クロマルちゃん、構えるのだ。3、2、1スタート。本当にいいんですね。ええ、もちろんです。だからもうこの話は終わりです。ドレスに神器臭い雰囲気は似合わねえ。正々堂々勝負して俺たちが最強だってことを教えてやっからね。ありがとうなのだ。がっかりさせないように一生懸命走るのだ。この辺たちついてこられますか。元気してっか。ブーストするね。トップを取られた。
ブースト全開です。進むのだ。よし、当てちゃうのだ。どうぞ、引き当たりなのだ。ブースト全開です。進むのだ。まだまだ。よし、私の走りを見せる。引き当たりなのだ。ミスだ。ブースト全開です。まんまんじゃねえか。まっすぐ黒丸ちゃんだ。どうぞ、引き当たりなのだ。ブロックを取られた。避けろよ。シールドがぶっ壊れてだと。避けられませんよ。戦うのだ。よしゃよしゃ。この速さについてこられますか。この速さについてこられますか。進むのだ。またがるぞ。むしゃむしゃ。ブースト全開です。まだまだ私の走りを見せる。黒丸、最後まで全力で行きますわ。もちろんなのだ。かぐや様のために勝利をつかむのだ。それでこそドレスです。玉木さん、私たちも気合を入れましょう。面白くなってきたぜ。最終ラップもガンガン行くぜ。ブースト全開です。いいえ、勝負には勝ちましたが、試合には負けたのです。これが私たちの最後のレースになりましたね。どうしてなのだ。大会規定では試合に遅れれば失格とありますから。そのことですが、同じブロックの私たちとババジョが大会運営に掛け合ったのです。試合の開始時間を遅らせてくれと。他のチームも快く同意してくれました。どうして。そんなの決まっています。ドレスに勝利しなければ神田川杯を制したとは言えないからです。それに洋菓子をいただいた借りがありますし。ありがとうございます。ババジョのお二人にもお礼を言ってください。友達が困っている時には手を差し出すべき、そうおっしゃっていました。準決勝頑張ってください。自分たちも応援しています。では私たちはこれで。かぐや様、
同時に頼もしい仲間なのだ。ええ、そうですね。満腹黒丸ちゃんも完全復活なのだ。かぐや様、絶対に優勝するのだ。ええ、素晴らしいライバルたちがいるから私たちも真剣勝負ができるのですわ。さあ行きましょう、武蔵野女学館ジェットレース部の未来のために。上達しましたです。